ミさんお疲れ様です。ライフプロデュースアカデミーの整列の方終了しまして、私もちょっとね、肩の荷が下りたような形でございます。まあ、ただね、勝負は終わったわけではなくて、これからも私たちの立ち振る舞いが視聴者さんにね、見られている、そしてそこで信頼を得れるかどうかってことが問われてるのかなと思います。ですんで、改めてこの販売期間が終わりましても、次のね、商品販売に向けて、また気を引き締めていかないとなっていうところですよね。まあでも いずれにしましても私は思うんですけどもセールスをして視聴者の方っていうのがそのセールス動画をご覧になるわけじゃないですかで結果的に購入に至らなかったんだけどもその方はね買わなかったんだけどもすごく興味を持って見ていただいたっていうのは確かだと思うんですよでそこに対してね私ももう一歩お信頼を打ち出せなかったっていう、まあ、責任も感じますしえ同時にですねまだ自分にはできることがあるんだなと思いますそれは 本当に困った人のその心に寄り添った発信ができているかどうかってことの、まあ、大きなね見直しになってるなと思ってるんですよ。まあ、ですんで40代やそして主に50代私もね今年50になってしまいましたけども50代になってくるとあこんなに先のことが不安なんだと60になるまであと10年をカウントダウンを切ってしまったんだといつでも20代30代の 気持ちのままでいいんだけども、現実はもう50過ぎて、体も痛んでくればね、白髪も出てくればね、人間関係も変わってきて、そして何か急に電話が入ったと思ったら、不法が多いということなんですよね。まあですんで、時が進んでいき、自分の残り時間も、自分の愛する人の残り時間も減ってるってことをさらにさらに強く認識するばかりです。その中で、50代にして金銭的に困っていたりとか、 将来が見据えることができなかったりとかいわゆるロスジェネというねそういった厳しい世代をもう30年も続けちゃったっていう方ねまさに私たちの同志のはずなんですよねこういう人たちを一人でも救えるか救えないかというとおこがましいんですけども少しでもねお役に立てるようにまだまだ自分自身鍛えていかないといけないなとそしてライフプロデュースアカデミーもそうですし FX オリガリヒもそうですしそっか塾に対してもそうですし ここに、この船に乗ればね、とにかく進む方向が見つかるんだっていうふうなことをこれからも無料コンテンツの中でね、お伝えしていきたいなと思いますし、私とナミさんの関係ももっともっとね、こう強化していき、あ、このナミさんと久保哲郎の即可塾、この結びつきの中にいれば、なんとかなるんじゃないかなというふうに思っていただけるように、これからもね、思いを込めていこうかと思います。いや、非常に、この、 販売ってのは私自身、うん、なんかいろいろ学ぶものがあるなと思いましたね。例えて言うと、この販売、セールスってのは、その、ね、格闘技の世界で言うと、試合なんですよね。その他が日々のトレーニングなんですよ。で日々のトレーニングがどのくらいできたかによって、試合に立って、勝つか負けるか、どんな戦いをするか、どういうふうに学んでいけるかってことが浮き彫りになるのかなと思います。えそして、試合はいつも、 1>, 1対1でするものですけどもでもね応援席で大きな声を上げて友情出演愛情出演その他援護射撃こういったものに励まされた時に私自身もねああ応援できる人がいるっていいなもしくは応援してもらえるってありがたいなビジネスのもしかしたらライバルとも言える関係でなんかね複雑なライバルのような仲間のような まあこんなね、いわゆる戦友みたいなね <laughs>、戦友という概念もね、物々しいんですけども、でも、一言言うなら戦友みたいな、そんな10年間を過ごしてきたんじゃないかなと思います。2023年を前にね、あ、これからも一緒に同じものを、同じことを思っていけるんだなと。そういうふうに考えたときに、今回のライフプロデュースアカデミーに関わらせていただいて、私もね、非常に ありがたい体験をさせてもらったと思っています。ここにね、吉田さんもいらっしゃいましてね。あ、いつもの3人だなというところがあります。このいつもの3人がいつの日か4人目5人目というふうに、いつものメンバーが増えてくると、また面白いことになるのかなと思いますよね。2023年、今度ね、どんな方に出会えるのか、非常に楽しみですよね。どんな方に出会おうとしているのか、私たちの発信がどんな方に出会えるかを決めるのかなと。 そんな記載するわけでございます、えー、それではまだね今年は残ってますんでまだまだ勝負かけていきましょう私もね今年はねあと100万 <laughs> 残った日数で作れないかなと思ってます、えー、そして100万を売った分ご購入いただいた方には2023年100万300万500万1000万と稼がせるようなそんなね責任を背負いながら今日もいきましょうかそれじゃあライフプロデュー d u アカデミーお疲れ様でしたこれからも よろしくお願いしますいってらっしゃい